ラジオネス総代今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカ工場やっていきたいと思います。今日なんですけど、ペッカ工場なんですけどね、U の型ですね。珍しい U の型なんですけど、今ね、普通にね、使いたくてとかじゃなくって、普通に流行ってます、U の型。はい。で、俺がね、ちょっと待って、やばい。はいはいはい。咳がね、ちょっとやばい。なんですけど、昨日俺が紹介した、このウォールブレーカーデッキもですね、U のが入ってるんですよ。で、理由としてはね、こういう陸受けが、このポイズンの枠とかね、もともと好きだったんですけど、こういうデッキが今流行っていて、陸受けをね、ポイズンにする。1枚トリトンを抜いてとか、スケを抜いてとかね、ポイズンにするっていうね、動きがね、めちゃくちゃあるんですね、今。で、なんでかっていうと、まあ、言わずもがな、もうこのね、ネクロですね。ネクロがね、めちゃくちゃ流行ってるんですよ。なんで、ポイズンがね、めっちゃ増えてるんで、そこでね、このポイズン、まあ、二つのどっちかに打たれて二つを生かす。まあ、こういう動きと、あとはね、まあ、陸受けがないので、言うのっていう感じでね、いい感じのデッキになっております。ということで、いきます。クラチャレ。もうね、マルチね、超沼った。400ぐらい落ちましたね。はい。なんで、とりあえずグラチャルで落ち着きタイム行きたいと思います。とりあえずね、初手は、ゴーストですね。ゴーストと U のどっちかをケツから出すっていうのが安牌な動きですね。リスクがないんで。で、はいはい、あなたですね、と。で、こういう時は、ケツからマジアチャですね。マジアチャを出していき、このね、ネクロね、この後ろに湧いてる、これめんどくさ。どうすっかな、これ。これね、ちょうど、ネクロと、これに配置するとこのネクロとね同時にぶち抜いてくれるマジャーじゃできるんで、ね、おすすめです。いやでも言うても死んじゃったな、どっちも。まあしゃあないですね。キョスケはそういうカードなんで。で、今ネクロと、がないので、はい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 、それは切ったらとりあえずで、これここら辺にエレキ出して両サイド受けるって感じですね。オッケーオッケーオッケー、いいね。よいしょ。で、ネクロがね、まだ回ってないさ、あと1枚なんで、なんで、これは、ムートとかかな？ムートとかで受けられるような気はするので、言うのですね。タルババ、へぇ、珍しい。オッケーオッケー。で、こういうカードがね、出てきて、で、また後ろから交わしようという感じで、どんどん。なるほど。よいしょ。こういう時はね、もう攻められた時にね、パッパパッパね、逆サイ攻めてあげるとね、こうやって結構いい感じに刺さるんでね。オッケー。はい。いいよ。よいしょ。攻めたいサイドにエレキを配置すると。で、これでまたタルババとかが来るんでね。まあ、一回これにタルババを咲かして、咲いてくれるかな。咲いてこない。こういうの。で、多分これに関しては、タルババが来る。はい、来ますね。はい。で、これペッカ。で、これ防衛ポイズンね。打っちゃってもいいけど、ダメだなぁ。いいや。これで打っちゃおう。これぶち抜けるんで。オッケー。これ工場で盾してもいいっすね。正直。もうちょいこっちに来れば、多分ネクロごといける。へへへ。で、あとはね、もうこいつが仕事してくれるんで、よし。オッケー。よいしょ。OK ですよー。で、はい。タルババ来ると思いました。で、こうやるとね、相手はもうね、フリーズなんでね、マジャチャが潰せないんですよね。で、こういうのにポイズン打ってあげて、ネクロは打ってほしいんでね、ちゃっちゃか溶かしていきたい。で、ネクロには、ネクロはポイズアップでもう死ぬんでね。やばい、でもちょ待って、これさ、キョスケが入ってると、これエリキをちょっと温存してあげて、これフリーズ来るですね。やべ、頼むから守れ。OK、センキュー。で、これで、両性攻める。こう、めり込みで、もう。OK。こっちになんか来るんで。くっそ。ちょ、待って。これ、自陣入れちゃダメっす。やばい。ちょ、待って。ちょ待って、まあ、頼むから、頼むから、よし、耐えた。オッケー。これで、多分オーブンが来るんですよね。あ、OK、タルババ来た。これ、もう一枚必要。なんで、こっちにゴースト投げていって、ガインが入る。ポイズアップで溶けない。あ、オーブンさっき出してたわ、相手。よし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 。
こげーって感じでね。危なかったー。死んだと思ったわ。キョスケをね、自陣に入れちゃうとね、スケラフリーズでね、キョスケも守んなきゃいけないし、タワーの滝はキョスケに取られるし、だけど寸前でフリーズかけられるんだよね。キョスケも結構その自分のタワーにね、延命されて歩いてきちゃうので、まあ、そんな感じでね、結構しびんすよね、キョスケがいると。いやいいですね。ギリッギリだったなマジで。防衛ポイズンすればね、確実に、守れるんですけど、言ってもスケラの湧き方ってランダムなんですよね。そう、法則がないので、そうね、たまたま内側にね、湧いちゃった時に防衛ポイズンしても一発スケに入れられちゃうんですよね。なんでそうすると、言って防衛ポイズンしてもフリーズかけられたらたまに400ぐらい持ってかれる時もあるんで、シビシビのシビなんですよね。はい、マジアチャ、オッケー。でもって、はい、これで、まあ、ぶち抜けるからいいでしょう。どっか行け。まあ、両サイドね。エレキだけで両サイド行けれればといったところですが、よいしょ。なんでやねん、足早すぎ。これ多分トルネがあるんで、この動きをしてるんですよね、多分。こやつは。まだ多分バルキリがないと思うんで、工場ぶち抜きたいと思います。はい、これぶち抜きますよ。殺させない。はい、 OK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  で、多分そう、あのね、逆サイもう攻めてるにもかかわらず、逆サイスケとかしてきた日にはね、多分一体だけでも OKOKOK、 まあ、許す。これ多分ね、スケとかが来るんで、言うの追加してあげて、はぁー。お、オッケー、無敵でかわしてる。オッケー、オッケー。入れろ。来た。よし。で、今は相手はバルキリーと、なんでこんなダメージ入れられたんだっけ、俺。ケツペッカーでいいかな。はい。いいですね。ケツペッカーでよくて、バルキリーがあるので、あー、めんどいっすね、正直。これトルネで、ね、近くに入りすぎるとトルネで手前に座れてやられちゃうんですよね。え、ロケ？やば、ヤンチーじゃん。これファルチョゴとポイズンいきたいと思います。よいしょ。もうそうじゃないと削れない。お、来た、入ってる。いいね。これウォールブレーカーで削られたんだ、俺こんな。センキュー。いや、俺はポイズンじゃなくマジアチャでぶち抜きます。ここだね。はい、グッドゲーム。コケーという感じでね。はい、いい感じですよ。まあ、もう一回ぐらい押しといてあげるか。オッケー。とりあえずもう一戦いきます。よいしょ。ペーカ。あんま、今なしで。よろしく。ちょ、恥ずかしくなってきた。とりあえずザップ、ウォールブレーカーがね、ないって。ウォールブレーカー持ちの人はね、あー、オッケー。こういうのにはね、ザップ打っていき、ウォールブレーカー持ちの人はザップとか切った後にね、すぐね、出してくる。これ角なんで、ゴーストで。おいしく。よいしょ。ってことは、ごぼうりの、はいですね。羽デッキですね。よいしょ。呪文なしの、いろんなカードぶっ詰めの、吹き矢とかプリンセスがいっぱい入ってるやつですね。コウモリとか。ギャングもあります。いやー、どうしようかな。あいつにはポイズンですね。届かないんで。で、こっち無視して。あ、でも待って。あ、でもメガナイトあるんだよな。いや。あー。やばい。これはマジでやばい。マジのやばいやつ。
これ再端前しないと、これ次ね、バレルが来た時ね、止まんなくなるんですよね。こうコウモリ出してきたんで、次ね、あはいはい。ギャング、まあ、ゴースト温存して、できればギャングとかが来なければ、やばい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 、竹が最悪、竹が最悪、マジで。あギャングいいんだな、そんなおって俺知らんからな、俺マジで。オッケーオッケー、ワンチャン足前プリンがあるんで、いいよいいよ、あとでも煽り散らかしてるからな、もう足前プリンがワンチャンあるんですよね。 Now we、 はいはい、これはもうポイズンでいいですね。で、一旦落ち着き。オッケー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 。こっちから、よいしょ。で、相手呪文がないんでね。なんでやねん！ああ。ああ。いやいや、まだまだまだ。だって相手呪文ないから、ね。で、ここで、切らせて、メガネでドスンコ来るんですよ、ここで。来て、はい、来ました、ペッカです。ペッカですね。で、マジアチャです。もうこっちはね、どうだっていい。もう、ゴースト1枚だけで守っちゃうかな、これ。よいしょ。なんでですか？なんでですか？ああ、いや、ここで11取れば、ワンチャンある。メガネと来そう。あああ、それは違くね、それは違くね、ちょっとちゃんと煽られたわ。ラストいきます。もう俺がラストといえばラストなんで、ね、ラストジャイアン、よろしく。コキー、コースですね。いやトリトン、うわ、あこれでもペッカ出して引っ張ってもらっちゃえばね、もうあの敵陣奥深くまで行っちゃうんでね。よいしょ、はい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 、あーやべ、一体残った、最悪だ。うわーこれおられた。いやー、いや待てよ待てよ、生まれる、エリーが生まれる。よいしょ、あー引っ張られるけど言って守れるな、これ。もうさ、エリゴレとか言うからさ、このアドが取れないんですよね、実際。よし、オッケー。来たー、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。で、ダクネとかが多分ケツから流れてくるんですよね。なんじゃ、ケツトリトンか。ケツトリトンされたらだるいけど、ダクネとか来たらマジアチャ合わせたいですね。別にポイズン打たれてもいいので。来なかったらこっちからマジアチャ合わせます。はい。なるほど。ワンチャンこっちに多分エリゴレつけてくるんですよ。そうしたときに、どうしようかな。2倍タイム入るから、おや、まさかの？いや、待て。オッケー。これで2発打ち込んでもらって、何？それは聞いてない。あーこれはでも守れるか、守れるよな、さすがに。いや無理だな、無理なので、ここでオッケーオッケー、あいつだけ倒してくれればもう、もうここはエリアドカーニバルするだけなんで、ね、言ってもな、言ってもなんだよな。来た来た、いけ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 、
ちょ、待って。あ、いける、いける。来た。はい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 。はいはいはい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 。まあ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 。まあこんな感じでね、結構いい感じに、できましたね。エリゴレ。エリゴレちょっと邪魔だったけど。てな感じでね、言うのが、あるかな、言うの刺さりそうな。まあまあ、こういうのとかもね、結構陸系少なかったり。まあ、ネクロ対策でね、若干呪文が増えちゃうんで、こういうのもね、結構ユニットが少ないんですよね。はい。なんで、攻撃に対してね、結構強いので、言うのがね、トリトンだったら逆に防衛は硬くなるんですけど、キョスケとかに対してね、防衛は硬くなるんですけど、攻めがね、若干っていう感じで、まあ、言うのもね、今全然強いので、言うのにしてて、最近トリトン流行ってきちゃったけど、言うのどうなのって人はね、全然使っていいと思います。はい。ということですね、今日この辺で終わりたいと思います。またね、昨日ちょっと、昨日動画出したよな、俺。出した。はい。なんで、ね、もう、とりあえず、もうね、プレオフに向けて、バシバシ、仕上げていきたいと思うんで、もしよければね、よろしくお願いします。ということで、今日は頑張ります。もしよければね、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今日は頑張ります。バイバーイ。